録画も開始して、 OK。 サタンさん、水族館がいい。水族館だけど、水族館ってさ、そう俺話してたんだけどさ、でデートで行く、そのほぼほぼ初めてのデートか2回目のデートよ。デートコースより心拍数よを想定するとさ、水族館って話すことなくない？それよりはさ、映画館とかプラネタリウムがいいような気がするんだよね。なんかそういう話してたよね。うん、話すこと大してないよねって。あ、動いた動いた、 OK。 オーディオ、リパシさん、プラネタリウムは一押し。マジでプラネタリウム一度も行ったことないな。いや、小学校の頃行ったかな。科学学習か。あれ、ジャパンってあったかな。あ、ジャパニーズ。サタンさん、ね、プラネタリウムも映画も最中は話せにゃん、わら。なんか話さなくていいじゃん。それ終わった後に、なんだろう、居酒屋とか行って、あの主人公やばかったよねとか、いやー、俺はあっちが、あれが楽しかったとかいう会話はできるじゃん。だけど水族館はさ、ないやん。マスターボリューム下げる。60ぐらい。OK。これぐらいでいいよね、みんな。OK ね。サタンさん、うん、ペンギン可愛かったねって。うん、そうだねで終わりじゃん。え、どこが可愛かったかっていうの掘り下げるの、そこから。そこから掘り下げんの、わからんけど。サタンさん、うん、リパシさん、匂いがみや。ああ、なんで点々なんだよ。だけど俺絶対まともなこと言ってると思うけどな。これ何、オノシャンさん、感度が強い。水族館は大抵田舎だから移動面倒い、ね、サタンさん、うん、だからあんた、だって俺本当にさ、そうだねって言ったと分からねえもん。感度ちょっと下げてえな。半分ぐらいでいいわ。ラメールさん、単に長見さんが動植物に興味ないだけだよね。ツールを準備しましょう。これなんだ、な、なに、田舎、移動がめんどくさいっていう理由。リパシさん、興味あるのはお前だけってか。ナイス、いいこと言ったじゃん。あー、触れた、これ。こんな感じね。あ、もうこれついてるんだ。はい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 。ツールを準備しましょう。サタンさん、もしかしたら全体的にソース左の方がいいかも。ページに円。ソース全体的に左。ああ、なるほどね。うん。チャットボックスのことね。ここでいいよな。ちょっと下のコメント見えればいいでしょ。そうね。し、so easy. So easy. うーん。起きた。難易度ミディアム。ノリノリだね。ね。フレンドリストにアクセスするホストなんでしょ。え、これどういうゲームなのか分かってねえんだけど。これあれ？ファスモビアみたいなやつ？ファスモビアみたいなやつか、多分。走れる。押してる間だけ走れるんだ。押したら走れるがいいな。押してる間だけ。あ、スプリント切り替えオン。これだね。しゃがみも切り替えなくてもいいか。こうだ。え？強すぎん？主人公。強すぎん？そんなことない？え？強すぎん？いや、これで、こっちで。ん？こっから出るんじゃないの？これ？リフターを使って車を降ろそう。無害の子たちだったのに。どうせ無敵でしょ？リフター、これ？リフターってどれ？これ？これか？え？うん？ん？ So easy. So easy.リフターってどれだ？リフター？普通近くにあるよね。あれ？なんか宙に浮いてるけど、これ何？あ、降りてきた降りてきた降りてきた。なんか宙にあるんだけど、スイッチがこれバグ？ちょっと不安なんだけど。これで So easy。 ツールの準備しましょう。まだ準備ができてません。この辺かな。あ、取れた。あ、す
でに準備ができてます。 OK、 これでいいのか。あ、来た。うん、やばい、もう寝る可能性すらあるわ。ナイス、ナイス。あ、やっぱファスモビアだよこれ。マジか。うっ、ちょ待って、ちょ、ミソシさん、金もわらわら。サタンさん、まずそう。これゲーム。ヨキゼット4さん。ナイス。何これゲーム。ラメールさん、グスナダミ病気。これ？青いダーツ。青いダーツ。これなんだ。え？赤いダーツ。オノシャンさん、先に行っちゃってごめん。これこれどうすんの。リトシさん、このノリノリの音楽どこかで聞いたなと思ったら、あの駆け引きで銃撃つゲームだわ。あ、そういうこと。これここら辺に道具があるってこと。これボール一般になったけど、これこれ使えるの。ここでちょうなアイテムを使う方法がわからねえ。ん、押しづらい、やりづら。待って待って、これ切り替えでいいか。しゃがみ切り替えでいいか。よし、もうこのゲームちょっとヤバそうな気がしたんだけど。準備できてね。え、 OK、 準備完了。このボールをどうやってどこで使うの。ここ、違うな。まあ行くか。え、さっきのはたまたま運が悪かっただけ？多分そうだよね。静かに。多分右のゲージがなんか音なんだよね。リトシさん、でもホラゲーにしては明るいじゃん。やったね。それゲーム越し見て明るく見えるだけじゃないの。聞こえるの？俺喋っちゃダメだろこれ。今右側のゲージ俺喋ったら上がったよね。ラメールさん、今わらわら、今俺喋ったら上がったよね。わら、これ喋っちゃダメなやつなんだ。そういうこと？サタンさん、やっとわかったわ。なるほどね、やっとわかったわ。リトシさん、うん、まさかのドントスクリームタイプ、わらわら。ドントスクリームタイプだったね。じゃあいけるわ。普通に喋れば、あ、C って書いてるじゃん、こうやって。走るのもダメって。なるほどな。余裕やん。何も言わずに普通に歩いてけんでしょ。っと俺、アイテムの切り替え方法がわからないんだよ。もう一つのアイテムってどこで取れるんだろう。じゃダメっつってもゲージ上がらないじゃん。来た、経験値アップ。気をつけろってことね。で、違う違う。
ちょ、明らかにでかい。クソゲーすぎんかこれ。クソゲーすぎんか。無理だわこれ。リパシさん、ロル、わな。無理だわ。無理だわ。サタンさん、モンスターワンパターンなのかな。ね。ダメールさん。ナイス。これ無理だわ。もうやめていいよな。本当に。無理だわ。本当に。リパシさん、え？これ下にいたら潰れて死ぬのかな。あ、下行けねえわ。うん、厳しいんだが。ね、厳しいんだが。本当に厳しいんだが。これ試しにマイクオフにしていい？変わらねえじゃん。ルミカライト。ね、これ、これ。待って、待って、オンオフができない、できない分辛いんだけど。これ、これ、捨てれないの。ちょっときつい。アイテムの切り替えてどうやんの。待って、カチカチ。ルキッドは。ちょ、走った勝手に。私が最初にハンマーで。待て。わかるな。アイテムの切り替え、わからん。ちょっと待って、あのアイテムの切り替えがガチで分かんないんだけど。オプション操作。サタンさん、チーカマ食べながら見てるわ。チーカマいいな。リパシさん、まさかの操作方法で罪。クスナガミ病気。罪。あ、これかな。十字キー使うんじゃない？あ、十字キー使うのかも。キーの結合、あ、あった。アイテムを使用。RT。副次のアイテム。あ、次のアイテム、十字キーだ。アイテムをドロップ。エモートが上。棚下ろし。プッシュトーク。アイテムを捨てる。あ、捨てれた。上向いてるのか。で、これが次のメディパック。アイテム使えない。ブロック。あ、これで音を鳴らすんだ。しゃがめ。これで向こうに。ほら。これ大丈夫だろ、マジで。長身に電流走る。怖いんだけど。5番トイレ閉めるか。俺ずっとしゃがんでるんだよね。どでけえ。レンガ、レンガラッキー。
The only way。 リパシさん、クイクワとロッカー欲しいね。ほんとね。アウトイズデッド。一方通行ってこと？やばいな。喋っちゃいけないって配信者殺しじゃんね。なんやりづらいよ、こんな。こんなゲームやりづらいじゃん。あのね。サタンさん、そうなんよね。ね。ほんとよね。水とか出んのかな。なんか右が騒音なのかな。産地ってやつかな。リパシさん、また咳払いですもみたい。無理だろ。ドン。9番。あ、くんかい。くんかい。誰もいない。サタンさん、笑ったらアウトなのかわいそう。大丈夫だよ。笑っても多分、あ、なにこれ。鍵？これなんだ。ガラス。セレクトだっけ？あったからさ。あ、音鳴らしね。うんうんうん。巾着。お金。金いいね。お金。本当にこれ。拾えない。一旦これ同じやつ捨てるか。ダメだ、緊張すると喉がイガイガする。捨てちゃった、間違って。ここいいね、9番部屋いいね。お金もあるし。タイヤ、これルミカか。タイヤ、あ、タイヤ、タイヤをそういう風に持つやついる？大丈夫よね。全然あいつら来ないね。うん。あのメモ帳みたいなやつがどっかにありそうな気すんだけどね。全然怖くないね。何このゲーム、マジで。マジでこれ何このゲーム。リパシさん、ロル、わら、ラメールさん。わしゃそういうの好きでの。え、なになに、これどうやってあれ買わせばいいの。うん、マジでわかんねえ。何これ。え、意味がわからないんだけど。戦うことができるの。ちょっとチュートリアルないの、どっかに。見つかっちゃダメなんでしょ。どれくらいしかわかんねえんだけど。逆にビビるもん何もないんだけど。拾えるメモなかった。くだらん表して。キュッキュッキュッキュ。ここ行けないよね。長見後ろ。後ろカーテンです。平均体？なんもない。向こうから声したよね。チキテン。
これさ無理だよ、無理だって。リコシさん、ロル、笑い、うん、無理だよ。もしかして無理ゲー？無理、走って逃げるの無理でしょ、あれあのペースだと。あの、そえ？どうすればいいの？オリクサ？で、あのファイル拾って。アンパ。あれ？アンパの上のファイルがない。ってくれたんだけど。なんか息遣いとかそういうのが聞こえてんのかな、怒られるのかな。石とか、これやろ。ラメールさん、うん、心拍数が徐々に。しびれるな。俺ちょっとデブくなってきてるもん。俺ちょっとデブくなって下がるよ、これは。俺本当に完全おねむモードだと80とか100以下になると思う。お酒飲んでるからね。ある意味興奮状態だよね。撒いてみる。投げれね。どこにいる？サタンさん、ゲームをもんないと眠くなるよね。うん、なんだろうな、展開がないとかさ、ゲームに詰まるとかさ、まあ、だけど詰まった分謎解いたら楽しいんだけどさ、あまりにもそれが長すぎるとね。サタンさん、うん、私はご飯食べるとすぐ眠くなっちゃう。子供やん。このキューバのところ行って。いい大人が。キューバ行くか。え？鍵？さっきあったっけそんなの。あ、なんか入ってる。ファッキューとかじゃないの。S ケープじゃないよねこれ。S カラー。お金稼げるじゃん。壊れるんだって。サタンさん、スペイン語でカサブタって意味らしい。あ、そうなんだ。傷口みたいなニュアンスで捉えればいいのかな。意訳するとなんかそういう意味かな。なんだ。ありがとう。スペイン語なんだ。これファイル1枚目だ。あ、ファイルの場所変わるんだ。リコシさん、つまりどう考えても安全ではない。振りすぎんか、振りすぎんか、ここ。どこ
れないよね。モーターオイルだって。これ使えそうじゃない？あそこで。あるなわ。出て。ロープ。来たよ。来た。アイテム揃ってる。5番うめえ。ダメールさん、持ちカレ、グッドゲーム。やめたいよ。もうやだ、このゲーム。やり方わかんねえんだもん。これピンポンでボールで酒飲むやつでしょ、これ。いいねでしょ。ヨキゼット4さん。ね、ナイスナイス。なんか銃とかあるよ。あ、難易度ミディアムで書いてるわ。いや、もうミディアムでいくけどさ。死ぬまで3回命がリスポーン。モンスターはそれに反応するって。ここはあくまで設定ってことか。ちょっとこれ。これ何？いいって書いてるけど。世界観についていけない。お金ってどこで使うの？ツール買うんじゃないの？どっかで。あ、ギター。サタンさん、音楽混じってて情緒バグりそう。ほんとよな。どういうこと？そう思ってるよ。ここで音楽変えれんだよね。音でけ。待って、ギターも鳴ってない？止まらないの？意味がわからん。え、鳴り始めた。チャチ音楽これさ、やばすぎんか、ここ。リトシさん、音楽変えられるのアルトフ4思い出すな、わらわら。だよな、なんなの、ここ。歌コマンド消して正解だったわ。これだ、板さん。あ、これなんだ。近くない。軽い。知ってない。え、もう近くいる？これもう無理じゃん。ここ。絶対。ラメールさん、わらわら。絶対なんか逃げるとか隠れる、無理だってこれ。無理だよ。隠れるのは無理だよ。少なくとも。絶対無理。なんかあるのやり方。これさ、突き飛ばしみたいのさ、こいつらみたいにできればいいんだけどさ、できねえじゃん、突き飛ばし。ねえ。どういうこと？
なんかで音が鳴ってるの？ずっと。マウスのポイントが邪魔。なんだ。でバレたらどうしようもなく。オーディオ。持ってない。うん。これボイスチャット関係ないでしょ。これ下げたら下がる。下がった。めちゃめちゃ下がった。うるさかったんだ俺。なるほどね。これでいいんだよ。あさればいいんでしょ。かな。あいつがうるせえだ。あいつ自分の声で何も聞こえないんじゃない。ちょっと大丈夫よね。これ以上音量うるせえわ。工作するときなんか言われそうだね。リパシさん、いびきかいてんじゃね。いきか。結構活性化されてると思うけど。あ、ダメだ、もうあそこ近寄れんわ。ここで縄が必要ってあるね。縄と板3枚。しやんないといけない。だったら解いていいよだっけ。ミカライトがめっちゃある。近い。これ緑だったらバレてたよね。投げてみるアイテム。もう起きねえや。ここに多分アイテムがランダム湧きだから。医療キットいる？一撃じゃん。味方が倒れてたら回復するやつなの。一人でクリアするのこれ無理？もしかして。中身さん、地下ですか？これ地下ですね。普通に喋れるんだけどね。なんかな。こっちの部屋に入ったのかな。こっちの部屋行こう。あ、ここ鍵使って入るか。だっけ。
ドアが開けれません。何かが開けてます。何かが開けてます。開いてるってこと。このドア、ごめん、ちょっと意味がわからん。あいつ普通にいるんだけど。なんだよあいつ。気づかせ。怖く。ここでロープと板探すか。怖っ、笑。あいつ普通にいたね。石か。おびき出すアイテムは1個あればいいよね。うん。引き出すアイテム1個。あ、いたったよ。どこで、何こ、ロープまである。あ、でもある。でもあるな。どうしよう。アイテムこれ捨てるか、ガラス。割れてるんだけど、足元でガラスが。でかい音だってるから。いるじゃない、金はいくらあっても多分困らない。アイテムがない。鍵閉まってる。拾えねえな。あいつマジで最低なんだけど。これアイテムどこ？アイテムここに捨てて、引き出しアイテムあったよね。石？髪切りたい。あ？どっか行けよ。そこの家、部屋に入る予定だったからどっか行けよ。暑い、もうしんどい。よきZ43ナイス。もうやめていいよな、ね、しんどくない？わらわら、しんどくねえか。うん、うん、ね、なんかさ、俺何も喋ってなくてもさ、緑ゲージ言ってたじゃん。もうあれマジでアウトだったんだね。ほんとに。あいつがどこいるか知らんけどさ。とりあえずここ見に行くのはもう定石な。近くいるじゃん。
石ぐらいか。とりあえず石投げて、石ここに置いとくか。反対側行くか。どうせあいつあんまり移動しないでしょ。違うか、行ってみる。下の階にあいついるからさ、安全なんじゃない？ほんとね、どうせ怖い要素ないでしょ。これ何？スコア？アンダースコア？アンダースコアだね。アスコア？ん？海からいた。何してとか。アンダースコア？って意味、なんか意味があるの？この言葉に。あ、いいね。あいつ来ないでしょ。2階にもまた違う化け物いるとかないよね。一旦これさ、拾ってさ、使って捨てるっていうやり方でありかもね。どっちみちさ、これさ、置いたままじゃん。割るってやつあったね。ハンマーあったね。これ何かを壊すの役に立つ。来た来た来た。なんで？なんで？下の階にいる。中にいな。近くだよ。え？下の階にいる。下だよね。
リパシさん、こっちまで緊迫してまう。下だよね、これ。うまくて勘弁してほしいんだけど。あ、ファイルあった。ほんと嫌だったけど。んじゃねこれ過去一応近い、あれ取れないんだけど遠くにまた戻ってくるリパシさん危ねえなわらわら戻ってくる前にこわあいつを遠くにこれで遠く行くんじゃない遠く行ったから戻ってくるねリパシさん、こえアイテム取った時の音かな。で、なんだろこのゲーム。リパシさん、ロル。音ゲー？喋っちゃダメなの？ヨキゼット4さん、わらわら。難しすぎん？本当にさ、喋ってなくても反応してたじゃん。きつい。ちょっとベッドのシーツカバー変えよう。汚い。うん、熱いわ。もう一回洗おう。布団洗ったんだけどね。乾燥させた。乾燥付き付きじゃん。なんか鉄の匂いがするんだよね。錆びたような鉄の匂い。わかる。一旦レンガ持っとくか。レンガの重要性に気づいた。これ明かりなくてもなんとかなる。
あいつあそこにいるの好きだね。上の階行く前にここら辺で開ける。なんかかかってたりする。トイレだよね。アイテムあったりするのかな。ここに隠れるとかあるのかな。あ、ここにもなんかあるよ。え、読めねえ。3パート。じゃあ無理だよ。筆記体なんて無理だよ。では書いてること変わらないね。うん。上の階行くか。よきさん、足音だけでなく声も聞いているって。声も聞いてるってさ、あの右側の白いバーでしょ。それ以外も聞いてるってことなのかな。じゃダメなの。ちょっと待って、あ、ここ初めて。声も聞いてるって、これあの VC オフにしてもね、なんかあの聞いてるみたいな感じ書いてあったよ。リパシさん、うん、ぜひ我々のコメントも聞こえるようにしてほしい。無理だろ、僕考えて無理だろ。これは、あ、車のタイヤ、後々使いそうだね。車のタイヤを閉める。できれば1階で木の板拾いたいな。よき Z4 さん、わらわら。石投げさ、あの音が出るアイテム2個ないとさ、あいつ誘導できないね。奥に呼んで、その後後ろからさらに奥に向かって投げるみたいなさ、やり方じゃないと多分厳しいよ。アイテム2個ないと厳しいと思う。ここには今いないと思うからいいけど。ここも扉開けとくか。あんまないでしょ、こっち。あれんか。一応アイテムの余ってる人とか。他のところからちょっと聞こえなかった。ここ開ける？開けるか。すぐ使うか、ここで。閉めて。なんだこれ。うん、レンガがあるだけ？ああ、アイテムあるな。アイテムボックスがあった。間違ってた。ノコギリがある。初めてじゃない、このアイテム。あ、木を切る。あの、縄場所を作るときに使うんだろうね。なるほどね。ゴレンガスか。ライト捨てたいけど、ちょっとライトないと辛いよね。したいけど開けとくか。開け閉めするだ。あいつマジでなんだろう、本当に。下、あそこからも階段登れる、もしかして。よきさん、いたな。だね。ここにさ、もう道具系捨てとくわ。上の階か。多分上の階にいるんだよね。リパシさん、あいつ結構機能ありそう。あいつあそこで。ここドア開いてんの？声出したらどうなるんだろう。声出したらこっち来んのかな。おーい。おい、あ、なんかあれ、なんなにこれ、なにこれ。
ヤを切るとリパシさん、え聞こえてないんだよね。ワイヤーを切るため何か、ニッパーと嫌だと嫌だ。あるよこれ。お金がないね。ここめちゃめちゃあるよね、収納ボックス。あ、これじゃない？ケーブルを切ることができます。あ、これだ。これで切ってケーブルを取るのかな。ケーブルを新たに取るんじゃないか。トイレで、ここのドア開けるのに使っとくか、鍵。山見ゆきさん、あ、すごい。うえって、山見うえってエコが聞いてる。リパシさん、ビビったわらわら。これ、今一瞬音だったな。あんまない。ビビったんだけど。え、ビビったんすって。え、ここら辺の道具、この、これ？これは持っていくか。ヨキさん、ビビるね。ビビるよね。あそこのさ、木の板のところに持ってきたい。ここら辺なんかアイテムある。テアモニネキさん、やばい。はい、開くのかな。ライトつけててもさ、目見えないのかな。テストした方がいい。リパシさん、頭脳、わらわら。テアモニネキさん、それは猫か？電気つけて、わかんない。ケモン。リパシさん、生物学者の新種観察未定だな。